どうも、なるみです。どうも、なつめくです。はい。いや、今日もオンラインでやってますけども。はい。オンラインがね、これ、ちょっと僕たちも、オンラインは本当に試行錯誤なので、なぜなら過去5年間、全く何も変わらず変化を拒んで生きてきたので。本当そうだよね。うん。何も進化してないからさ、このオンライン化っていうのは、まあ突然来てしまった進化かもしれないね。これが進化ならいいんですけどね、なんか僕たち退化してんだよな、絶対これ。音とかどうなんだろうね。ね。で、そのあたりのことをちょっと僕たちも、今から勉強していきたいなって感じなので、皆さん、はい、ハッシュドングリフェもつけて、もうちょっとこうしたらとか、私はオンラインこうしてますとかを。教えていただけると幸いです。教えていただけると、ありがとうございます。よろしくお願いします。僕たちは Zoom で録画して、その MP4 を MP3 にして貼っつけるっていう、もう、小学生でできそうなことやってます。低レベルなことやってますね。もうちょっとさ、なんかあるでしょ。こう、何ロジックなんとかとかさ、プレミアでみたいな。なんかこれもう最後は電話すりゃいいんじゃんってなんじゃないの電話の音を取るアプリとかもあるからね。はい。うん。はい。お便りが来ております。もうお便り行く前に僕はぶった切ると、はい、うん、リビルド FM が YouTube ライブでやってましたよね。うん、あ、そうなんだ。あのさ、Zoom そのまま流せんだよね、YouTube ライブにね。みたいですね。うん。やってみますか、そのうち。ね、だからこうやって喋ってる内容もそのまま。うん。あの、アルファがやってる匿名ラジオってあるんですけど、うん、あれ、実はポッドキャストとしては全然見られてないんですけど、YouTube めっちゃ再生されてて。あ、でもプラットフォームがさ、YouTube だからさ、そう YouTube 動画なんだよね。そう。で、ポッドキャストとして配信する面がないというか。そう、してないですもんね。うん。YouTube 動画としてすごい見られてるよね。うん。うん。しかもアルファが好きそうな人たちと相性いいと思うんで。うん。僕たちも YouTube にアップしてもいいかもしれないですね、音声。そうだね。そのうちまとめてガッとやっときますか。うんうん、で、ライブもやってとかって、プラットフォームそっちに変えて、うん、変えていくっていうか増やしていってもいいなと思いました。そうだね。なんか、例えばライブとか見なったらみんな YouTube の内容だろうし、うんうん。インスタライブとかもでもいいかもしれないけどね。ああ、いいですね。いろいろやってみたいですね。うんうん。うん。インスタね、僕やり始めてみたので。あ、そういえば前さ、はい、この話だよね。うん。インスタアカウントを作ってみるって。うん。できたんですか？はい、あれから公開してみました。うん。あのね、もう思いっきり、こう、世の中で求められてる使い方をしてみようと思って。うん、こう、過去ね。分かってるの？いやいや、過去ね、うん。例えば小室哲哉さんと出会った時の写真とかを貼って。そんなのあるんだ。あとは、なんだろう。チームラボの猪子さんとツーショットの写真とかをいっぱいあげて、うん、俺すごいでしょって、もう必死にやってますね。割とキラキラした感じの、うん。アップしてんだね。うん、で、うん、勝瀬さんとかですね、あの塩谷さんとか、うん、さゆりさんとかの、うん、こうストーリーの、僕ストーリーというものをマジで触ったことも見たこともなかったんで、うん、あれって1日ストーリー使ってる？で、そうなんですよ、うん、で勝瀬を見てたら、あの、うん、自己紹介みたいなので、うん、こう何十個もハイライトでバーってあって、はいはいはい、で書いた記事とかがバーってあって、もうはーすごいね。あとね、それをもう真似してね、うん、あの、お仕事とか、夏目だよ、みたいなので、あの、ストーリーってさ、結構だるくない？だるい。というか、僕最初めっちゃ必死にアップしたのに、全部24時間で消えちゃった。うん、消えるんだよ、ね。知らなかった。ハイライトで撮っておけばいいんだけどさ、そう。結構さ、デザインする要素が大きくてさ、おい、なんかプリクラみたい。いろいろできちゃうじゃん。そう。そうそう、プリクラみたいにね、いろいろできちゃうからさ、できること多すぎてだるくなっちゃうんだよね。うん、そう、わかる。でももう僕はさゆりさんとかの加工の仕方を見ながら、こうやってやるんだって言って、こうパチパチ、あれ誰かに教えてほしいよね。そう、いい感じのやり方を今必死に。みんなさ、うまいよね、うまい、こんなんできんのっていうのばっか本当見かけるもん、友達の見てると。そう、ただそれを僕は今まで一切触ったことなかったので、うん、もう完全にアジャストしていこうと。でもそうすると面白いのが、はいはい、うん、外出たいですね。今出れないですけど、こう綺麗な場所で写真撮りたくなる。これか。いいじゃん、フリー素材とか。ダメだ。あの、僕はあの、ドングリエヘムインスタアカウントの運用してますよ、うん、ちゃんと。お、ね、それあれですよ、僕のトイレットペーパーのやつ、
アップしてるでしょ、うん、してる。あと新しいのがアップされたら、はい、ストーリーの方に公開されたよっていう投稿してますよ。わー、ぽいぽい。しかもね、Spotify のリンク貼れるんですよ。へぇ。ストーリーに。へぇ、そこで再生できる。そのままリンクを押すと飛んでけるの、Spotify に。へぇ。いやー、そういうのね、ちゃんとやっていかないと、どんどん、なんだろうな、レコードの針がいいんじゃ、みたいなね。夏目さんのインスタアカウントは僕もフォローした方がいいんですか？いや、別にどっちでも。どっちでもいいの。どっちでも。この、どんぐりリスナーの方には共有した方がいいんですかね。そうですね。ちょっと後で貼っとくので、皆さんぜひフォロー、はい、フォローお願いします。はい、で、僕のね、完全に作って。で、これ、規約でダメですよね。こう、あのことは言ってもいいんですか？あのことはまだ言わない方がいいと思う。まだ言わない方がいい。今度は。まだ言わない方がいいと思う。はい、うん。ちょっとね。大体何のことかバレそうだけど。そうそう。ちょっと後で、まあ、裏どんぐりで言うかな。そう。あ、そうだね。うん。裏どんぐりの回も募集しておりますので。はい、これ外で言えないこと言う場所になってるね。井戸の中みたいになってるわ。どんぐり FM。 はい、お便りが、はい、来ておりますね。はい、ラジオネームちーさんから、神奈川県お住まいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前、過去にお二人が、島耕作は近所に出ていないっていう話をしてましたが、出ています。広金先生は電子書籍、黎明期から電子化には積極的でいらっしゃるので、島耕作以外の作品もほぼ電子化されています。電子化されていない作品は、お二人もおっしゃっていた通り、はじめの一歩やスナムダンク、浦沢直樹先生の作品などがありますが、スナムダンクの井上武彦先生は昨年、車椅子バスケのリアルの電子化を開始されましたので、スラムダンクも秒読みなのではないかと思っております。あと本当は言っちゃいけないのですが、同じく現在まで全く電子化していない、ある人気小説家の作品が、ゴールデンウィーク前にいくつか電子化されるそうですと。今後もお二人のおすすめ漫画のお話を聞きたいです。はい。ありがとうございます。神奈川ありがとうございます。つっちーさんからです。ありがとうございます。つっちーなのかなこれ。つっちーさん。わかんないですね。はい。ありがとうございます。はい。あのね、僕ですね、これ、島耕作は Kindle にないって言ってたの。はい。これね、なんか。お詫びして訂正をどうぞ。お詫びして訂正してですね。広金先生って前、一時期。いいか言い訳タイムです。はい、どうぞ。言い訳タイムですけど、本を送ってスキャンしてもらうサービスだったじゃないですか。はい、自炊ね。自炊。あれに猛反対してるんですよね。はい、してますね。広金先生は。なので、電子化嫌な人なんだなと思って、完全に井上武彦さんゾーンに入れてましたけど、広金先生は、Kindle とか、電子書籍を自分で出すのは全然 OK で、めっちゃ嫌いというそうでした。すいません。はい。はい。間違った情報を流してしまいました。こんな大勢に、数百万人向かって間違った情報を出しちゃって、はい。お詫びします。これ方が言うには、はい、スラムダンクはそうそう出んじゃねっていう話、ね、マジでスラムダンク出たら速攻買いたいんですけど、うん、僕リアルはもう電子化されてんだって。へえ、知らなかった。知らなかった、うん、本当に、スラムダンク来たら結構いいね。いい。だってもういいでしょさすがにね。あれ読みたいけど家に置いときたくないもん。僕家にもあるんですよ。うん、家にあるけど、今欲しい。そうだよね。家にあるけど欲しいよね、手元に。欲しい。電子データとして。うん。うん。へえ、これはむちゃくちゃ楽しみだ。ね。そうなんだ、リアルが。まあでも、スラムダンク、まあスラムダンクはいいんだろうな。バカボンドは無理だろうな、多分。バカボンドまだ完結しないよね。してないし、あと、どっかのインタビューで井上先生が、うん。筆の、あ、こう開いた時の筆の質感が、はい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 、確かにバガボンドは見開きの時のさシーンが結構多いじゃん。そう、うん、なんか嫌がりそうだよね。そう、うん、作品的に関係ねえよって言ってやれ。フォトショーのブラスツールでいいよ。バカ野郎。なんてことを言うんだ。筆で書いてるんですからね。うん、知らなかった。そうなんだ。うん、今後もお二人のおすすめ漫画の話を聞きたいですってありますけど、なんかおすすめあります？
僕最近ね、ちょっと世の中の事情によって漫画喫茶が行けなくなっちゃったんですよ。ああ、そうっすね。うん。で、僕基本的に漫画喫茶で、こう、なんだろう、ジャケ買いじゃないですけど、うん、こう、いろんなね、ネットで得た知識をもとに、ああ、これ、はい、この話があったな、聞いたことあるなとかこうね、撮って、うん、見て見て、ああ、これ面白いなとかっていう、ちょい読みをする派だったんですけど、はい、あとジャケットでいいなとか。うん。そういう出会いがなくなっちゃいましたよね。ないっすね。うん。僕今ね、ハマってんのが、うん。こないだ、サラリーマン金太郎めっちゃハマってるって言ったじゃないですか。うん。今ね、サボリーマン天太郎がいいっすよ。知ってる？今リンク送ったけど、サボリーマン天太郎。なんすか？これめちゃくちゃ面白いよ。はい。僕今ググったら、リンクじゃなくてググったら、なぜかなるみさんからもらったのがクリッカブルになってないので、うん、ググったらドラマもある。昔ドラマになってみたいですね。もう3、4年前のかな、これ。お、見ました。サボリーマン、天太郎、モーニングコミックスですね。うん。これどんな内容ですか？どういう漫画かっていうと、うん、めちゃめちゃスイーツが好きなサラリーマンが、うん、真っ昼間にスイーツ巡りするために、営業職に転換するんですよ。うん、職種変えて、うん。で、1日営業先回る間に、時間をひねり出して、都内の超有名スイーツ店を巡るっていう、サラリーマン金太郎とも真逆の話なんですよ。サボってますからね。ただこのサボるために、めちゃめちゃ仕事きっちりやるっていうところとかね、人一倍めちゃめちゃ仕事できるんですよ。バカ野郎！バーン！殴んないんですけど、そう殴るのが、金太郎の魅力だったら、このサボリーマン天太郎の場合はね、スイーツ食べた時の描写がすごい。よく、こういうグルメ漫画って、一口食べた後に、空飛ぶんですよね。竜が飛ぶとかあるじゃん。竜が飛ぶあるじゃん。はい。その描写が多分これ最高レベルにいってる。あ、そうなんすね。うん。これぜひ見てほしいんですよ。食べた後の描写で多分、今までで一番異色ですごいと思う、これは。異世界とか行くんですよね。美味しすぎて。美味しすぎて。これね、しかも1巻、2巻で終わるんで。はい。面白くなかったんじゃないですか、それ。いやいや、面白いよ。サクッともう、あれじゃないの？行き尽くしたんじゃないの？1巻、2巻でもう。これ、打ち切りじゃないと思うんだけどね、俺は。ドラマも抑えてるしさ。はい。うん、評価高いと思うんだけどな。まあ今、実際スイーツに行けないと思うけど、結構ね、すごい美味しそうな都内の有名店をお勧めされてるんで、もしかしたらテイクアウトとかね、うん、デリバリーもあるかもしれないから、これ見るといいと思いますよ。サボリーマン、天太郎。やっぱサラリーマン漫画といえば二大巨頭はこのサボリーマン。もう一個はサラリーマン、金太郎ですよ。島耕作は島耕作ちょっと3位に落ちたよ、これのせいで。そうなんだ。全然知らなかった。モーニングなんだ。これね、僕、ジャケがいいっすね。はい、はい。ジャケ読みですかね。ちょっと絵が面白そうっすよね。うん。絵が読み。語呂がいいじゃん。うん。今まさに僕らがハマった漫画に語呂がそっくりだからさ。ついつい読んじゃうんだよ、これ。それ、これ。ほんと面白かった。これ結構わざと金太郎と合わせてるかもしんないっすね。かもしんないよね。うん。うん。だって、サボとアマしか違わないからね。こんなやついたら殴られるよ、金ちゃんに。バカ野郎殴られる。そうだ、ね。殴られる。でもこいつはスイーツめちゃめちゃ詳しいからね。ああ、なるほどね。サボリーマン、天太郎、金太郎、天太郎。これもうぜひ2巻丸ごと買っちゃって読んでほしいですね。この天太郎今大変ですね。ちょっと外出れなくなっちゃう。ね、うん、どうしてるんだろう。自宅待機じゃないですか。自宅待機じゃないですか、いいっすね、うん。でしょうね。あと楽天でスイーツ取り寄せてんじゃないですかね。じゃあサボんなくていいじゃん、もう。もうちゃんと今すげえハッピーなんじゃね、今すごい。ああ、うん。そうか。合間を無理やり作らなくても。そう。今50分時間があるから、電車でここのスイーツ店に行けるみたいな、はい、もうめちゃめちゃ計算してる漫画なんですよ。でもそういうのをしなくていいと。うん、今はね。今はね。サボリーマン、また令和編やってほしいな。
令和さん、ね、これ本当面白い。ああそうなんだ。うん、あとで夏目さんにこれの漫画のリンクと1冊分の600円ぐらい LINE ペイ送っとくんで、うん、そこまで。うん、今度からそういうのが良くないですか、人におすすめするときは。ああ、 Amazon リンクと漫画代を LINE ペイで送るみたい。なるほどね。まあちょっと僕のおすすめで、おすすめじゃなくて別に読まなくていいんですけど、すごいなと思ったのは、うん、最近読んだのだと鬼門街っていうのがあって、鬼門街、鬼の、うん、なんだろう、門の町かな、うん、ヤングキングコミックス、はいはい、なんですけど、でまあこれは鬼が出てきて怖いわーっていう漫画なんですね。で、秘密の刃みたいだね、なんかね。まあそうですね、確かに確かに、うん、で僕はあんまり暴力描写が好きじゃないので、そんなに全力でおすすめはしないのです、あのどんぐらいの人たちを見なくていいと思うんですけど、うん、じゃあなんで言うんだって話なんですけど、うん、あのこの中で、まあ、ネタバレっていうほどネタバレじゃないのでちょっと言っちゃうと、うん、こう主人公がすごいボコボコにされちゃったり死にかけちゃったりするんですね。はい。で、とか、あと、要所要所が、なんかこれはすごいこの作者の何かしらの熱がすげえこもってるからなんだろうと思って、僕こういう暴力系見ないんですけど、うん。ジャンプとかで、やっつけたぞ、海賊王にとかじゃない限り見ないんですけど、はいはい、はい。うん。けど、なんかこれはなんだろうな、この熱量はと思ってたら、実際に作者の親友がヤンキーに絡まれてボコボコにされて殺されちゃって、はい、でそれが悔しくてこの漫画描いたらしい。へえ、そうなんだ。それが後からすごいね。そう、後からすごいエピソードを背負ってんだね。そう、確かに。だからなんかね、すごいそんなに何だろう、訴えてくるものがあるなと思った。へえ。で、親友は一人しかいなかったらしいんですけど、この作者の人ね。うん、ちょっと引きこもってる感じで。うん、でその一人が、たまたま外出歩いてたら、うん、ヤンキーにやられちゃって、死んじゃって。それ殺人事件じゃん、普通。あ、そう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 。で、今も裁判中らしいです。あ、そうなんだ。そう。はぁ。でも相手は結構、のうのうとまだ暮らしてて、みたいなので、そこに対するね、もう、ふつふつとした怒りや、こう、やるせなさみたいなのの熱量を感じました。うん、漫画としてこれ面白いんですか？普通。面白いですよ、面白いです。けどなんか、僕は何度も言うように、そんなにあんまりこう、暴力したり、ヤンキー出てきたりするの、そんなに、うんうん、金太郎ぐらいの方がいいので。バカ野郎。あそこまではギリありなんだ。だってあれでしょ、漁師の町行って、隣町のやつと喧嘩して、そう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 、シーンが変わったら二人でこう、船に持たれて、お前強えな。ね、そうそうそう。ああいうね、アンパンマンみたいなね。ああいうのがいい。確かにね。アンパンマンとバイキンマンみたいな予定調和があるよね。そうそうそう。そういうのがいい。うん、そういうのがいい。なるほど。はーひふーへほーって飛んでくのがね、いい。リアル暴力はダメなんだ。ダメダメダメ。ちょっと見てて苦しくなっちゃうから。そう。なので、おすすめ、おすすめって言うとちょっとまた違うかもしれないけど、そういう背景があって書かれてる漫画があるんだなっていうのは。てか、それで、よし、漫画を書こうってなるのはすげえなと思いました。確かにね。ワニの作者もそうだよね。あ、そうですよね。親友がなんかバイクの事故かなんかになってしまって、うんうん、それについて書きたくてワニ始めたみたいなことをおっしゃってましたけどね。うんうん